さあ、本日は日曜日なので、目標振り返り会になっております。そもそもこの目標振り返り会をやってる理由は、1年間の目標達成を、えー、アンケート調査したところ、達成したよという人、全体の19%。達成できなかったとっていう人、全体の37%。えー、ここまでの合計が56%になっていて、あとの44%は、目標そのものを忘れてしまったと。 で、どう考えても目標そのものを忘れてしまった人は、目標を取り組んでもいないっていうことだと思います。達成できなかったって言ってる人は、全部できなかったっていうだけで、ある程度取り組んだ人じゃないでしょうか。なので、実は目標を忘れないだけでもね、トップの56%に入れて、ある程度の目標達成できるっていうことは、やっぱり、 一歩前に進んだってことになるんだと思いますので、このボイシーリスナーの皆さんは、目標を一年間忘れないようになってほしいという意味で、鴨頭義人の目標を振り返り会を聞きながら、自分の目標の振り返りをやる機会にしてくださいという意味でございますので、えー、僕のを聞いた後、自分のをやってみてくださいね。それでは、鴨頭義人の目標行きます。健康で7つ。 毎日体重と体脂肪率と筋肉量を測り計測する、やってる。1日6時間以上の睡眠時間を確保する、できてる。毎日必要なサプリメントを取る、できてる。週に1回以上サウナに入る、今週はできてた。月に2回以上ボディトリートメントを受ける、できてる。年に6回ボイスセンターで診療を受ける、できてる。年に1回人間ドックに行く、できてる。運動で3つ。毎朝筋膜リリースとストレッチをする、できてる。週に1回はジムに行く、今週はできた。 一日平均五千七百歩。一週間四万歩以上を歩く。あ、今週できた。パーフェクト。えー、レジャー自己啓発四つ。本を年間280冊以上読む。できてる。月に一回、えー、お茶の裏線形、えー、東京武士道会で心を磨く。できてる。映画を月に二本以上見る。できてる。舞台を月に一本以上見る。できてる。ビジネスで七つ。 焼肉マフィアを年賞1億2000万以上にする。あー、ちょっとできてないかな。カモブックスから6冊のリリース。まだ3冊。コミュニケーション大全10万部達成。まだまだ。今3万部かな。えー、カモファンディング年間100プロジェクトは達成しました。カモッチ年賞1000万以上にする。まだできてない。年賞10億円以上獲得する。ほぼほぼぴったりいきました。 えー、会社の運用残高最低1億円にするできてない。新規事業の立ち上げを4つ、セミナールームを、えー、事務所に変更するまだです。えー、鴨頭モガのデビュー曲をリリースまだです。オンラインプロジェクトの販売代理店、鴨エージェンシーを30社契約、今15社です。NFT のプロジェクト、Web3 おじさん1万人育成計画スタートします。えー、発信3個。 ボイシーを毎日通常放送とプレミアムリスナーを週1回に発信するやってる。インスタグラムを毎日発信するやってる。本を2冊以上出版するできた。支援活動4つ。株式会社チムニータウンに絵本の寄付できた。ハモビズシードの育成で新規株を2社以上できた。1899モールの顧問になり、国内会員数増加に貢献するやってる。人間力大学の子供支援会員になるやってる。ということで18個。 えー、32個のうち18個なので、54-5%ぐらいかな。まあまあじゃないでしょうか。でね、昨日の放送で、鴨頭ガシと通風になりましたという、<laughs> 何の学びにもならない放送をしたんですけれども、優しいね、ボイス、ボイスリスナーの皆さん。もうコメント欄でね、なんか頑張ってくださいね、とかね。あの、お大事に、とか。あとはね、あの、通風先輩。 パイセンたちのアドバイスも結構来てましたね。あとは専門家の方、聴覚の方や医療関係者の方もね。で、あの、専門家の方たち、専門家の方たちからの意見で、お肉が原因じゃないんじゃないですかっていう意見があったんですけど、多分専門家の方たちの意見、合ってると思います。なんかね、お肉は、まあ、 もしかしたらきっかけになった可能性はゼロではないんだけれども、お肉じゃない気がする。<laughs> で、まあ、よくよく調べてみると、実は、えー、痛風っていうのは外的要因。外的要因っていうのは、例えばビール飲みすぎとか、あとはお肉食べすぎとか、魚卵食べすぎみたいなやつですね。えー、そういう食事とか、あの、生活習慣の外的要因は、 全体の10%とも言われてるらしいんですよ。これ一説によると。つまりね、もともと持ってる性質らしいんですよね。だから遺伝とか、もともと持ってる、うん、と代謝の悪さ、うん、そういうのが影響してるらしくって、多分僕の場合はもともと先天的に持ってるんじゃないかなとは思います。 ただ、まあ、先天的なんてやることないっていうことはなくて、やれることはあるのでね、しっかりやっていこうというふうに考えております。でね、えっと、僕、ボイシーでも言ったことあるんですけど、目標達成に関してはプロフェッショナルなわけですよ。なので、今回もせっかくね、痛風になったんだから、この目標設定をして、アクションプランを設定して、達成していくっていうところを、 ちょっと皆さんにご報告しようかなと思いまして、まあ、昨日の時点で、昨日通風発集したのでね、昨日の時点で僕が立てた5つの目標と、それぞれに対してのアクションプラン。これ目標設定の参考になるんじゃないかなと思って、ちょっとシェアしようと思います。えー、5つです。1つ目。水を1日3リットル以上飲む。アクションプラン。 朝起きたら 500ml のペットボトルをテーブルの上に4本出す。アクションの2つ目。アマゾンにペットボトルのお水を2ケース発注してストックを切らさない。えー、次。ビタミン C のサプリメントを1日2錠を飲む。アクションプランの1つ目。サプリメントカートっていうのが僕はある、棚があるんですよ。の一番上にビタミン C のボトルを置く。 二つ目のアクションプラン。朝一錠、夜一錠を飲む、えー。次の目標。一日二食、肉を食べないで野菜を食べる。アクションプランの一つ目。ボイシーを使って、通風宣言をする。アクションの二つ目。社員に、食事の時間のたびに、野菜と蕎麦が好きだ、と伝える。次の目標。 二週間は強度の運動を控える。アクションプランの一つ目、パーソナルトレーナー白間トレーナーに LINE で通風の連絡をする。アクション二つ目、二週間分のトレーニングの予約をキャンセルする。えー、最後の目標、一週間後内科の病院に通院し始める。アクションプラン一、来週の予約を入れる。アクションプランに。 血液検査をお願いしますと予約を入れる。というですね、目標を昨日のうちに立てて、えー、早速、すぐにやるやつは全部やりました。あとは毎日やるペットボトルをテーブルに出すとか、それからビタミン C を朝一時と夜一時を飲むとか、食事のたんびに社員に野菜と蕎麦が好きだと伝える。もうこれだけですね。もうあとはもう自動的に達成できる状態になっているっていうことです。 でまあ、細かくはですね本当に目標達成プログラムを僕リリースするのでその時に手に入れられるんですけどこの目標だけでサクッと説明できるのはまず目標が全部定量化されている計測可能になっているということですねメジャラブルって今言うんですけど水を1日3リットル数字入ってますねビタミン C のサプリ1日2錠数字入ってますね 1>, 1日2食肉を食べない入ってますね2週間強度の運動を控える1週間後内科の病院に通院ね全部目標に数字入れてるんですよでアクションプランがもうむちゃくちゃ簡単ってこと水を1日3リットル飲むで終わらせないんですよ朝起きたら500ミリリットルのペットボトルを4本出せば家出るまでに2リットルいけるんですよね で、僕は外に出た時喋るんで、あんまり水ガバガバ飲むとトイレに行かなきゃいけなくて大変なんで、午前中にある程度多めに摂取する。で、夜飲んじゃうとあの夜眠れなくなるからねで。やっぱり午前中が勝負だなということで、その時点でもう2リットルの勝負に出るっていうことですね。結構まあ無理してますけど。まあでも、最初の尿酸値を上げないアクションとしてはありだと思うんですよ。 ま、こんな風に、アクションプランは、具体的に、これをやったら絶対に目標が達成されてしまうというものを設定する。この辺がプロのコツでございます。えー、究極の目標達成プログラムで、ここをバシッとコンサルやりますので、楽しみにしていてください。それでは、今日という一日が、皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いいねー。鴨頭よしひと、痛風すらも、 目標達成プログラムのコンテンツにしております。貪欲です。